はい、皆さんどうも橋本でございます。前回に続きましてバルトーク管弦楽のための協奏曲の解説を始めていきます。今日は第一楽章4回目303小節目から最後までを解説していきます。まず303小節目の最初のボーイングはピアノとなってますけれども、チスはダウンで入っていただいて、そのまま弓順で終わるようにしてください。313小節目からのポジションは、まず最初のフレーズをアーセン1本で取っておく方法があるんですけれども、このアーセン1本で取ってしまいますと、次のこのポジション移動がかえって難しくなります。で、ここのデスまでを第アーセンで取りまして、はい、で次の最後のデーだけはもうデーセンの開放弦で取るようにしてください。でここで開放弦で移動して、で最後のデーはデーセンで押さえるという形となります。316小節目以降のフォーティッシモの打ち込みは全てダウンで弾いていただきたいと思います。そして、ずっと先に行きまして次が340小節目で、ここの最初のチェは第6ポジションでまとめて取ることになります。で最初のチェをデーセンで取りまして、でキスを2で、一番上のゲーを3で押さえて取ります。このように取っていただきたいと思います。自信がある方でしたら全てゲーセンで取って、こちらで取っていただいても構いません。そしてしばらくはまた長い休みが続いていきます。で、楽上にブラスオンリーと書いてありますので、ここから先は全て金管楽器のみの演奏となります。で、それが終わりましたら、ガイドで380小節目からバイオリン、で、その次の小節からチェロのトレモロがありますので、そこを目印にしていただければ問題ないと思います。で、その前の金管楽器のところを目印にしますと、かえってややこしくなりますので、弦楽器が入るところもタイミングで休みを取っていただきたいと思います。ベースは384小節目から入ります。で、その後の386小節目を見ますと、ノンデリージと表記されています。で、これは、このベーとこの上の S、で、この2つの音をこの1つで同時に鳴らすという指示になっていますので、このようにベーと S も両方とも同時に鳴らすという指示になりますので、どちらか一方ということでありますので、そこだけ注意するようにしてください。で、それに伴いまして、その2小節前、384小節目のそのベーの音の段階からもすでにこのデーセンを使って押さえることになりますので、間違ってゲーセンで取ることがないように注意してください。必ずここはもうベーを始めの段階からもデーセンで取っていただきたいと思います。ここで取ることによってもまとめて取ることができますので、デーセンをからスタートするようにしてください。419小節目からのアルコはメゾポイテとなっていますが、ここはもうダウンから入っていただきたいと思います。ダウンから入ってディミレンドして、最後のこのキスはアップで終わるという形となります。425小節目からは今度はディメージ、今度はアウトとインで分けるという形となります。で、注意していただきたいのかと、アウト上のパートなんですけれども、弦のこの上に丸印がついています。で、これはどういうことかと言いますと、ここはフラジオレット、ここは押さえるのではなく、この軽く触れるこのフラジオレットで音の弦を鳴らすという指示になりますので、間違って押さえることがないように注意してください。で、下の弦はそんな特に指示はありませんので、開放で取っていただいても、デーセンで押さえていただいてもどちらでも構いません。そしてここからのボーイングなんですけれども、最初は4小節単位での単位でつながっています。で、ここがピアノになりますので、もう一指で十分なっています。で、その後433小節目からは5小節単位になっています。で、ここは最後の小節だけのクレッシェンドがありますので、ここはもう途中で帰り見をしていただきたいと思います。帰り見のタイミングは最初3小節間をダウンで、後半の2小節でここでクレッシェンドを押しますと長尻が合うことになります。438小節目もメゾボルテとなっていますけれども、6小節にまたがりますので、もう半分3小節単位で途中で介入していただいて、最後のピチカートでをアップでスプリン持ち替えができるように、ここで介入をしていただきたいと思います。463小節目からのボーイングはこのそのままの弓順か、もしくはこのようにダウンアップアップ、この2つのどちらかを選択していただきたいと思います。472小節目は今先ほどの2回目に行きましたパターンのダウンアップアップ、もしくは今度は逆弓にしてアップから入って、最後の A が伸ばしがダウンと終わるようにしますので、先ほどのダウンアップアップかアップから入っての弓順か、どちらかを選択していただきたいと思います。
480小節目からは、最初のこの1小節のこのフレーズをダウンアップからの弓順にするのであれば、まあ、そのままダウンからの弓順といっていく形となります。で、最初をこのようにダウンアップアップとする場合は、その次の481小節目もここもダウンアップアップとしまして、で482小節目からダウンからのここから弓順で取るという形となります。続きまして507小節目からのポジションなんですけれども、最初のこのゲーと次のフィス、ここを第6ポジションを作ります。まず3、2と取りまして、で次のチスとハ、ここを冷静に移って第5、第6の中間ポジションを作ります。ここが4、1となりますね。つまり3、2、4、1というフィナーレになります。ゆっくり弾きますと、このように取っていただきたいと思います。513小節目は、グリッサンドになります。で、ベイの上に、2というあの表記があるんですけれども、ここはの第2弦、すなわち上から数えて2つ目の弦、すなわち D 線で、このベイを取るという指示になっています。で、ベイでベイを取りまして、で、最後降りたところの杖をアーセンに移りまして、このように取る形となります。で、母音は今弾きましたように、アップから、フローティッシモがなっているんですけれども、アップから、ここからクレッシェンドがありますので、で最後の杖をダウンで終わっていただきたいと思います。で、特に間違いやすいのが、この、ベイをゲーセンで取ってしまうということが起こりますので、ここはデーセンで押さえてスタートするというシーンになりますので、そこは間違えないように注意してください。はい、第一楽章は最後まで解説させていただきました。第一楽章の関門はもちろん冒頭から75小節目までの部分になります。で、まあ、そこもしっかり練習していただきたいんですけれども、今日説明しましたように、同じ音でもどの弦を使うのか、でここはどのように押さえるかという細かい指示もありますので、そこも間違えないように注意していただきたいと思います。第一楽章の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。